皆さんこんにちは。改めまして NGT48 ラーメン部3代目部長になりました大塚ななみです、はい、先輩方から受け継いだこのラーメン部、はい、歴史と伝統のある部活ですので、もう名を汚さぬように、そしてさらに部活動の発展を、はい、願って、私もこれから部長として精一杯頑張っていきたいと思います。そして今日はですね、これからNGT48 ラーメン部のロケに行ってくるのですが、今日はなんとすごい子たちを呼んでいますので、お呼びしたいと思います。みんなー、はーい、はい、はい、よし、これからよし、じゃあまずは自己紹介をお願いします。はい、NGT48 3期生の新井りりのです。よろしくお願いします。NGT48 3期生の北村優穂です。よろしくお願いします。はい、NGT48 3期生の木本優奈です。よろしくお願いします。ちょっと聞くところによると、優穂と優奈ラーメン部に入部希望ということで。はい、本当ですかこれは。はい、私ははいはい、中村ゆか前部長に憧れて NGT48 に加入したので、ぜひラーメン部に入部を希望させていただきます。はい、私はラーメン部に入りたくて NGT48 に加入したと言っても過言ではないので、ぜひ入部させてください。ずっと言ってくれてるもんね。はい、確かに、はい、リリノはね、はい、この間 の, あのテニーさんの番組で佐渡行って、はい、なんか天然アワビ食べてきました。でね、なんかスタッフさんとかメンバーが、はい、食リポが上手だったって聞いてるので、はい、今日はこの3人と一緒にロケに行くんですけど、はい、ラーメン部のね、入部の壁は高いですよ皆さん、はい、そう簡単に入部を許可するわけにはいかないのです。ということで今日はですね、体験入部ということで、はい、3人と一緒にロケさせていただいて、まあ、テニーのスタッフさんや、あのラーメン部担当のドエスのスタッフさんがいるんですけど、そのスタッフさんや、あの元々ラーメン部部員のレイニャーさんやカホと相談をして、はい、これから入部するかどうかを決めていきたいと思います。ということでこれからですね、あるものを皆さんに、はい、申請させていただきます。学ランです。ラーメン部といえばね、やっぱ学ランなので、じゃあまずはリリノちゃん、ありがとうございます。いや、なんかマネージャーさんに食べ過ぎ注意やでって言われてるらしいよ。はい、あの食べ過ぎないって言ったらいっぱい食べてきた。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ユーハー、ありがとうございます。それを通させていただきます。あの、もともと小千谷出身のさ、はい、あのね、ラーメン部の先輩がいたじゃない、はい、あの子ね、あの子です。そう、はい、だから小千谷の、ね、期待の星として頑張ろうね。頑張ります。最後、ユーナ。はい、ユーナは堂々としてて、もう部長の貫禄があるからありがとうございます。頑張ろうね。はい、はい、ということで今回はこの4名でロケに行ってきます。みんな頑張るぞ。あー、はい、ということでたった今 NGT48 ラーメン部のロケが終了しました。お疲れ様でした。じゃあ3期生のみんなに今日の感想をじゃあ聞いてみますか。もう七海さんが優しかったとかでも何でもいいので、じゃあリリノから。はい、美味しいラーメンを食べさせていただいて、食リポも学ばせていただいて、なんかより一層ラーメン部が好きになりました。ありがとうございました。ありがとう。じゃあユーハ。はい、私はもうずっとこのロケを楽しみにしていたんですけど、実際本当に楽しくて、ラーメンもとっても美味しくて、あのますますこの入部したい気持ちが高まりました。ああ、よかった。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ最後ユーナ。はい、私は食リポが初めてだったんですけど、あの七海先輩が優しく指導していただいて、あの
勝手に距離が縮まったと思ってます。よかったです。そうなんですよ、みんな食リポほぼ初めてだよね。なのにめっちゃ上手で、もう気遣いも素晴らしくて、私はとっても楽しかったし、今日めっちゃ仲良くなりました。今日でね、いろんなこと話したよね。はい、はい、ということで、とっても楽しく4人でロケができました。ということで、みんなラーメン部に入りたいかー。